が運ぶの手伝ってくんない？超能力でパパッとさ。自分で運べ。ほらママを運ぶので精一杯なのさ。おお。うーちゃんすごいわ。イエーイ、空飛ぶベッドだ。大抵僕の力には欠点やデメリットが存在する。何でもできると思ったら大間違いだ。超力持ちの人。ベッドが邪魔でベランダに出られないな。あら、そうね。いないかな超能力者。やめろ。今度クローゼットが開かないわ。なんてことだ。くそ、この壁消しちゃって。どうなっても知らないぞ。悪くないリアクションだ。いいじゃん、ぶち抜いて正解だったな。ソファーか虎の毛皮だな。どんな二択だよ。ダメだダメだ、そんなところに置いて誰が座るんだ。下枕だ、やり直し。なんかグワグワする。ダメだ。よし、ちゃちゃっと元に戻してくれ。クーちゃん頑張って。はあ、壁よ元に戻れ。この復元能力にもデメリットがある。あれ、ベッドは物の時間を戻すだけだ。1日前壁なら、そうだな、家ごと戻ったかもしれない。仕方ない、僕の超能力は万能じゃないのだから。サンタなんていないよ。あら、いるわよ。う、嘘、サンタさん。プレゼント早くもらえます？可愛くないガキだ。いた、消えた。やあ、サンタクロースだよ、クスオ君。これから近所の子供たちにプレゼント配りに行くところさ。じゃあ行ってくるよ。どうしたの？ダメだ、戻せない。今朝すでに一回使った。小指ぶつけた。クソエモ、ここは私に任せて。というわけで僕が行くことになった。パパ、もうすぐサンタさん来る？ああ、もうすぐだよ。え、サンタさんがピンポン鳴らして入ってくるわけないよ。でも煙突からじゃ危ないし。サンタさんだ、サンタさんだ。うわ、失望をあらわにするんじゃない。やれやれ、ろくな子供がいないな、まったく。え、何ですかサンタクロ。サンタ殺す。言ってない。サンタのことも来ることもちゃんと伝えておけ。おや、玄関の前に置いておくか。サンタさん、プレゼントはいりません。だからお願い。願い事って、サンタは神や仏じゃないんだぞ。どいてくれ、目合わせはするから。もう信じられない。何、サンタが来てる。見て、プレゼントがあったよ、サンタさんだ。サンタが364日休むわけだ。僕は目を覚まして 0.2 秒で理解した。やれやれ、最悪の朝だな。夢を見るとき、そして頭痛がするとき、僕は予知能力に目覚め。といっても今のは力が使えなくなる予知ではない。予知したのは爆発の方だ。地球や人類を過去に6度救っているが、あくまで自分の都合だ。ふざけているわけではない。事故というのはある種奇跡的ともいえる出来事の連続である。彼女は石を振る。彼女はサマーソルトキックでも放ったかのごとく激しく転、側頭部に直撃。走り出すタンクローリー、給油機に激突。もし女子高生が時間に追われていなければ、石を踏むことはなかっただろうし、運転手がもう少しできるやつだったら防げただろう。何やつ、行ったそばから余地か。どこから飛んできたんだこの石子。先生、倉庫からストーブに使う灯油を持ってきました。ご苦労さん、そんなにいらないよ。青チビ見ろよ。じゃーん、これなんだと思うよ。メテオじゃない、ただの石だ。くだらん。あ、何しやがんだ。人に当たったらどうすんだてめえ。だからもし転んだら大変だぜ。転んだ。些細なことがきっかけなんだ、いつも。4時か。今日は5時からどうしても見逃せない番組があるのだ。健やか戦士スペシャライザー。当然嫌いじゃない。おっと危ない、こっちの道はやめておくか。佐伯にも見せてやんねえとな。秘密機、いやアジトな。佐伯くんもいないわね。別にあいつのことなんてどうでもいいけど。なんなんだまったく。今日はアニメの大事な最終。おー相棒、ラーメン食いに行こうぜ。帰れない。このままじゃ学校から出られない。校門に入ろ。車で待つ。テレハッサン、佐伯くん見かけなかった？じゃあ俺も手伝います。仕方ない、あれで行くか。透明人間だ。しかし欠点もある。タイムリミットは10分。さらに厄介なのは、他人から触れられたら解除される点だ。しかし粘土の位置を特定できたのは幸運かもしれない。この能力で一番恐ろしいのはあいつだから。あポルターガイストだ。何があった、悲鳴が聞こえたか。ダークリユニオンだ、間違いない。今帰りすか佐伯さん。 音もするっす。あ、バカお前。あ、いた。テルハスさん、お前透けてりゃ何でも見えるのかよ。さて静かになったし、テレビでも見るか。
まったく虫が出たらどうす。基本的に無敵の僕だが、唯一苦手なものがある。それは虫だ。あの何を考えてるかわからない生物がたまらなく苦手なのだ。あ、それズズヤから雪見ニンニクニラ大福が届くから受け取りお願いね。 G がいたのは1階、2階なら大丈夫だろう。いっそ瞬間移動で母さんを連れ戻すか。来た、宅配便がこんなに早く来るとは。よし、もらった。もういっそ粘土に虫を。そうか、その手があった。ゴキブリの1匹や100匹俺っちが退治してやるよ。いたいた、こいつの下にいるぜ。2匹嬉しくないな。話しちゃダメだろ。とにかくさっさと外に逃がす。お、ティッシュある。こんなこと言うのは申し訳ないんだが、今すぐ帰ってくれる？あ、佐伯さん、今日は早いんですね。時間通りですよ。心配するな、雄大だからドアくらい通り抜けられる。これは来週の再々、雄大だから触れないんだ。拝見しますね。ちょっと、ダメ。仕方ない、じゃあここで待たせてもらいますね。僕は待てないぞ、早く読ませてくれ。あの佐伯さん、雷天使ミカエルの力を封印された男と悪魔ルシファーの戦いを描いたバトル漫画で、ね、だってキャラクターの顔が左を向いてる絵が多すぎるもん。俺左向きですか。まず君の漫画は顔だけとかバストアップのコマが多すぎだ。画面が窮屈になって読む人は疲れてしまう。やはり何かおかしい。なんだこの変な感じは。なるほど、それで読みにくかったのか。特殊な構図はここぞって時だけにするんだ。今ここぞ。は、僕は何を。ここぞ。心がみんな当たり前にできてることだぞ。全部できてない。なんだ、今父さん違う服着てたような。だが何より一番の問題はキャラクターが作れていないことだ。この主人公だけどさ、これってなんで悪魔の力が使えるんだっけ。え、書いてあるじゃないですか。一応聞くけど、ワンピース知ってるよね。大好きです。君の漫画は最後まで解決せず唐突に終わる。オチというのはとても大事なところだ。なるほど、わかりました。うん、オチは花粉症が辛そうだな。うわ、汚な。穴という穴から体液が出てるじゃないか。花粉で人は死ぬ。どうした、クソ。いや、これはな。いや、厳密に言えば風邪もひくがすぐ治せるのだ。パイロキネシスで体温を上げてウイルスを一気に殺せばいい。なあ、クソ、考えたんだが、お前のその症状、花粉症というのはどうだ。真面目にやってくれ。これがめっちゃ、クソ、やばいな。大切なものは避難させておこう。絶対無差別じゃない。無差別、あの常人が飲んでる小さいそのあれか。無差別どころかペンポイントだろ。早く飲まないと。おい、俺がくしゃみするとこちゃんと見ろよ。なぜ。やっぱ出ねえわ。いい加減にしろ。ペンポイントでこれなんということだ。とりあえずマスクだけでもして。おやもえ、悪く思うなよ。よし、参加する。じゃあね、奥の手使う気はねえか。これなら一発だぜ。それが原因か。おう、待ってろよ。今だ、早急に瞬間移動しないと。仕方ない。今すぐ瞬間ブッ、しまった。壁を復元しないと。あそこだ、すげえ煙出てる。まさか花粉に足元を救われるなんて。花粉に救われた。ねえ、聞いた？音楽室の幽霊の話。何それ。話は聞かせてもらった。幽霊ならお任せっす。絶対だわ。音楽室からポーン。助けてください。今夜俺と音楽室の幽霊を退治しに行きましょう。お前の一生は何回あるんだ。なんか夜の学校ってワクワクします。幽霊もうじゃうじゃいるんだから全然怖くないっすよ。それが普通怖いんだろ。やはりいないか。だがお前の目から見てどうだ。情熱かわいい。どうでもいいな。ただこのピアノにだけ触れることに最近気づいて。僕に情熱的なバラードを聴かせておくれ。え、いいんですか。よくないだろ。退散してください。お願いします。みんな怖がってるんすよ。そうだ、俺んちまでよ。お願い、ほんの少しでいいからさ。おいでよ。ねえ、何もしないからさ。早くなら。ああ、本当に少しでいいし。え、あれ、あのピアノ。おらい、何やってんすか。昨日はピアノの音だけじゃなかったらしいんだ。え、声も聞こえたって。佐伯さん、幽霊関係なく古いピアノだったしな。あのピアノは牛光さんのご両親が寄贈してくれたんだよ。その子が使ってたピアノなんだよ。そうだったんですか。あいつにしてはまあまあいいことしたな。しかしそこまでして家に呼びたいのかね。すべての生物には寿命がある。だからラーメンに行くなんて一言も言ってないぞ。今日は塾でちょっと危ねえな。気をつけろよ。さっきからなんだこのナレーションは。え、お。そしてその最後の時は何の前触れもなくいつもの日常に突然訪れる。石化した生物は復元能力も引かず24時間経たないと元に戻らない。粘土はともかくカイドウはさすがに不審があるだろう。いつも暇なくせして今日に限って2人とも予定があると言っていた。この作戦は3人いないとうまくいかない。お前ら何で呼び出されたか分かっているのか。気づくの遅すぎんだよ。で、俺たちに何させようってんすか。トリスカは粘土をやってほしい。いや、
PK 学園再起風出動っす。そんなノリノリじゃなくても、しかし怖いくらい完璧に粘土だな。あいつがやりそうなことなんて手に取るように分かるんすよ。そうか。井上、はい、岡崎、はい、カイドウ、チュリース。おいこら、やる気あんのか、真面目にやってくれ。テストはもうやってある。カイドウの学力に合わせて僕が作った答案だ。え、マジ？テストがあることは事前に知っていたからな。どうしたんだい、リキ君。たまたま会った同業者のマジシャン、ヴィーナス月子さんが来てからずっと様子が変だよ。それに肩が凝るなんて言いますよね。いえ、私はそんなには。おい、ちょっと。それ持っててあげますよ、下から。やれやれ、粘土をカイドウが元に戻るまであと20時間。その間の代役をやってもらったんや。あれ、いつものリキ君に戻った。これがいつものなんですか。確かにいつものだな。よし、次はアイラだな。おい、でもこれ、とりあえず離れろ。そして今日あげた分の好感度も元の数値に戻すんだ。離れる、この豚が。下げ方下手すぎるだろ。俺様、暗黒の破壊神チンだ。カイドウ君、おい、そこの小娘。こんな感じでいいの。なかなか悪くなかったぞ。姫原さんも比較的中二病に理解あるからな。なんか粘土そっくりのおばさんが突然現れて。粘土母。あ、いや、この人は違うんだ。女の趣味は変わらないわね。え、行くよリキ、二人の邪魔しちゃ悪いぞ。これ今この人にとって大事な場面じゃないですか。だから止めるんだよ。ごめん、無理だけど。冷た、何？いやだ、雨漏りしてるじゃないの。止める前に止まった。そして石化が解除されるまでいよいよ10分を切った。やっと終わりだ。死ぬほど疲れたっすよ。お疲れさん。ジャリーだ。ちゃちゃっと雨漏りしてきたってくださいよ。雨で心配とかガチでないっしょ。あれ、今メガネも壊れ。どうしたか。最近お前なんでそんな。僕も死ぬほど疲れたから今日はラーメン無理だな。あれ、高橋買ったの？これゴリラビッツのストラップじゃん。人気でどこにも売ってないのに。うわ、マジだ、見せて。6時間も並んで買った甲斐があったぜ。私にも見せて。あ、募集する。ただのゴリラとラビットに俺の6時間。ケバブです。いらん、募集だ。学校に関係ないものは持ってくるな。松崎、生理的に無理。松、自分の肉体鏡に映して映って。そのナルマツだよ。このリンド最強いじめるな。ジェ、また来た。ウザヒマムリエロナルド M 松。許せねえよ、ウザヒマムリエロナルド M 松。なんだ、呪文か。シュースタゲームじゃねえ。よし、帰るか。うわ、こっち来るぞ。よし、おぞ。エロザキだからな。これは見ろよ、あれ固まってるぜ、あいつ。喜びで一応寝てんじゃねえ。松崎先生、突然のお手紙ごめんなさい。実は先生にどうしても伝えたいことがあってお手紙書いてるの。待ってて、にゃん。気持ち悪い。お前、これ届いたら行く。行くわけねえだろ。さて、どうしたものか。松崎先生にはそれなりに世話になってるしな。もう帰ろうぜ、腹減ったし。なあ、気づかれんなよ。やっと来たか。当然僕が女体化したに決まってるだろ。サイキクスをもとい、サイキクス子がな。それを言うために待っていた。最初はいたずらだと思ったが、これでお前らにも松崎先生の真意は伝わっただろう。こら、お前ら何してる。すいません。下校時刻はとっくに過ぎてるぞ。ほんとすいませんでした。やれやれ、とっさに瞬間移動してしまった。あお、テロアシさん。佐伯くん見なかった？やだ、何この気持ち。オフ、て、テルハシさん。グッちゃん、メリークリスマス。あれ、クスオは？勝手に勘違いするんじゃない。前回前々回と散々なクリスマスだった。今年こそ静かなクリスマスを過ごしてやる。あ、そうだ、カイドウの地味でも誘ってアイボン地でも行くか。カイドウ、なぜこんなところに。超能力、不穏な風。今の不穏な風か。うん、この辺は何もないな。おう、チビ、いたいた。粘土、アイボンチ行かねえか。佐伯の家か。また だ、 何なのだこの不安の正体は。おう、テラさん。わあ、偶然。気安く俺のココミに話しかけるな、モブどもが。お兄ちゃんと一緒なのよね。やばい、ユナムガミとおるよ。ムガミさん、お兄と。あれはテラさんの兄、ムガミとおる。帰ってきたか。おう、相棒、メリークリス。てか、このケーキぐちゃぐちゃじゃねえか。おう、ほんとだ。でも食べられるよ。ここは最近評判の洋菓子店。はるばるやってきたらこの張り紙である。超能力の悪用とか言わないで。遅れてごめん。すみません、うちの子が。あら、うちの制服。私本当にお金ないよ。もう座ってるし、まあ僕が僕だと気づかれることはないだろう。あ、クリコか。よろしくね、クリコちゃん。よろしく。びっくりさせるな、まったく。あんたってこの綺麗なお姉さんが好きになっちゃうから。無視して食べよう。あ、そうだね。クリコちゃんはいないの？好きな人。いない。そういうところも佐伯くんっぽいの。罰としてクリコちゃんを佐伯くんだと思って告白して。ほえ。クリコ
子ちゃん。佐伯くんでしょ。佐伯くんのことが。やめろ、言うな。す、いや、急にトイレに。ごめん、もしかして怒った？なんであなたが佐伯くんのものを持ってるの？あなたもしかして佐伯くん？万事休すか。の妹？あ、うん、そうそう。